あいうえおかき。はい、キムシラク教育直後。はい、朕思うに我が高祖高僧国を治めること、公園に徳を立つること、信仰なり。俺は日本人として生まれたはずだった。えらでぃ、あの少年は。はい、桃田さん、キムシラクです。あの子は伸びるぞ、ぜひ日本へ連れて行きたい。さすがだな、キムシラク。やめてください、シコナは力道山です。ん、勝ってくるぞと勇ましく天柄立てずに死な両家。世の中が戦に向かっていくな。大相撲はどうなってしまうんでしょう。昭和19年に国技館は軍に接収された。風船爆弾の製造工場になった。昭和19年5月の夏場所は後楽園球場で開催された。昭和20年になると東京大空襲。うわ、爆撃被災者は約310万人、死者は11万5千人以上。各界は豊島正夫、松永忠達也などが犠牲になった。国技館も焼けた。終戦。戦後しばらくして俺は無事入幕した。だが同時に俺の故郷は終戦を機に日本領でなくなったどころか、38度線を境にぶっつり割れた。くそ、俺は日本人じゃ。うわ、大相撲幕内力士力道山じゃ。ああ、力道山の将軍。ねえ、あの酒癖はまずいでしょう。ちょっと大相撲はご引退願おう。曲げを切って生まれ変わったぞ。桃田の姓も正式にもらったぜ。俺は長崎出身の桃田光弘じゃ。俺の女じゃ。お前いい腕してるな。儲かる仕事をしないか。何？じゃあ俺！くぼー！俺たちと一緒にやってみないか、桃田。いや、力道山。これからテレビメディアで売り込むプロレスを儲かるぞ！力道山、渾身の空手チョップ！見よ、この光景。一台のテレビにここまでの人混み。スポーツ観戦といえばハブに集まって酒飲みながら大画面でという現代人からするとカルチャーショックではなかろうか。テレビメディアは日本国民に反米感情を失わせ、親米感情を持たす役割がある。力が米国人をなぎ倒していく姿を見せて日本人の自尊心を回復する。そして親しみやすい米国人の姿を刷り込む。 GHQ が去った今、日本を軍事的パワーによってではなく心理情報戦略によって再占領を実施、占領状態を永続的に継続する。テレビは日本人の脳をコントロールしていく。ヒーローには引き立て役がいる。強くて有名な男を引き立て役にすればより力道山が映える。引き立て役に不正室の柔道マン木村雅彦なんてどうだ。どうでしょう、木村さん、いい話だと思いますよ。ああ、またやられた木村。どろしねえぞ。力道山、また木村を助けた。力道山かっこいい。俺は完全に力道の引き立て役。力道の引き立て役はもうごめんだ。プロレスはショーだ。俺と真剣勝負せえや。望むところじゃ。仲直りしてなあ。真剣勝負なんかしても得せんよ。当日は台本のあるプロレスをしようなあ。
雪村の奴が約束を破り本気で殴ってくるかもしれん。俺は気を抜かんぞ。決戦の日、ファイン、せいや。台本はどうしたんだ。なぜガチのパンチは。のは、オーケー、ほらほらほら。昭和の巌流島を制したのは力道山。昭和の武蔵は力道山。木村、やった、めでたく力道山全日本の栄冠だ。両銃を用意しろ。木村の裏の者が来たら撃ち殺せ。これで俺の人気は不動のものだ。ビジネスも順調だしな。わしの天下じゃ。その後、力道山は国民的スターとなり、プロレス界で成功を収めていく。おい、のげ、おら、もっと強く揉めや。揉みが足りないんじゃ。プロレスラーってのは丈夫なんだぜ。車から突き落としてもへっちゃらだぜ。試してみるか。リキさん、リキさん。そんな日も束の間だった。てめえヤクザ、おら、俺の足を踏みやがったな。なめるんじゃねえ。こわうめえ、寿司、うめえ。一命は取り留めたぜ。医者は飲食絶対禁止とか言ってたが、食欲には勝てん。ここはなんだ、あの世ってやつか。そうか、俺は死んだのか。これはなんだ、俺の死後の元号、魂のまま未来へ遡ったのか。ねえ、覚えてる？昔の街頭テレビ。懐かしいな、力道山。寺の坊主が言っていた。怒りと欲と妄想が人を破滅に追い込むと、全てを追いかけていた。俺は地獄行きだな。ん？俺が王に立つじゃ。ファイヤー。こんなに多種多様なプロレスラーが。そっか、俺は日本にプロレスを生み育てた。日本プロレス界の父親なんだな。1966年6月、ここリキパレスで空手とムエタイがぶつかる。沢村忠志、危うし、サマンソー・アディソン、強し、強し。